小籔駅です。あ、苦しい。はい、8月23日日曜日皆さん、はい、8月23日日曜日皆さんどうお過ごしでしょうか。いつものごとく肩乗り猫のてんちゃん、てんちゃんとマイケルです。はい、昨日からねテレビの方では24時間テレビがあってますんで、私も黄色を着ます。はい、黄色だけど私はエヴァンゲリオンです。エヴァンゲリオンです。はい、ということで、ワイワイブーキもチャリティーということで、マイケルてんちゃんチャリティーをよいしょ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 、はい、マイケルてんちゃんチャリティー、はい、募金活動、はい、前からやってます。マイケルてんちゃんチャリティーよろしくお願いします。はいね、よいしょ、はい、こんにちは、よいしょ。はい、ね、暑いですから皆さん熱中症に気をつけましょう。あと24時間テレビのね、あの募金はね、いつもだったら島の瀬公園の前でやってるんですけど、今回はあの屈見広場の方みたいですね。島の瀬公園の前では今やってません。はい、やってませんですね。はい、あとね、いろんなくじがワイワイ機昨日から始まってます。リゼロ、夏目友人帳、いろいろたくさんありますんで、まあ町の方に来られたら、ついでに近く通る機会がありましたら上まで上がってきてもらえればいいかなと。まあその時はマスクをしてきて、入る時にですね、手を消毒させていただきます。ご了承ください。あと YWQ37周年で今、くじ以外ですね、いろいろなものをですね割引販売してます。欲しいのがあれば言っていただければ、37周年感謝価格で販売してますんでよろしくお願いします。あとスマホのコーティング、アップルウォッチのコーティングもね今割引価格でやってますんで、お時間あれば持ってきていただけば15分ほどで、コーティングできますんで、ね、ガラスコーティングとフッ素コーティングも今やってます。一緒にやって金額が、まあ、Facebook 見てる方は、ね、インスタ、ツイッター見てる方は、通常5000円が2980円で今やってますんでよろしくお願いします。誰か来ました、くんちゃんね。よいしょ、幸せ幸せ。はい、ということで、お時間ある方ですね、佐世保島の瀬公園前スターバックスコーヒーの2階にワイワイブーキあります。マイケルてんちゃんも今日は夕方まではいますので、ですね、ただあの肩に乗せるのはね、できない時もありますんでご了承ください。それではまた配信します。肩乗り猫のてんちゃんとマイケルでした。バイバイ。どうも。